こんにちは、元サイクル大学の元です。このチャンネルでは元教習指導員という経験から得たバイクの楽しみ方や安全運転に関するちょっと役立つワンポイントアドバイスを毎週10分程度でお伝えさせていただいております。よろしければチャンネル登録お願いいたします。今回は大型バイク立ちこけ防止のコツをお伝えさせていただきます。よろしければお付き合いください。私がですね、指導員をしていた時にですね、立ちこけをしてしまいました、ショックですっていうねお話を聞くことが実は結構あったんですね。ね、念願の大型バイク、ね、1000cc を超えるような大きなバイクを買ってですね、間もなしに、立ちこけをねしてしまって本当にショックなんです。多かったその立ちこけのケースとしてはですね、もう本当にあの遅い速度で、走行をしていてブレーキをかけた時にですねバランスを崩して転倒をしてしまうと。だからまあほぼもうバイクがね止まっているかどうかっていうような状態の時にね、転倒をされていると。ガソリンスタンドね、ガソリンを入れてで、ガソリンスタンドの出口で止まる際にですねバランスを崩して、転倒をしてしまった。あとはあのコンビニですね、コンビニで買い物をしてでコンビニの駐車場の出口で止まる時にバランスを崩して転倒をしてしまったと。で速度としてはもう10キロも出ていないんですよね。ね、駐車場の中での走行でその出口でね止まっているわけですから遅い速度なんですけど、立ちこけをしてしまっている。そのね、原因なんですけどこれがですねフロントブレーキのかけ方が強くてバランスを崩してしまっていたんですね。だからですね、今回お伝えさせていただきたい立ちこけ防止のコツとしてはフロントブレーキは使わず後輪ブレーキリアブレーキだけを使いましょう。ね、ブレーキをかけるときは、フロントリア前後輪同時にねブレーキをかけるというのがまあ基本なんですけど、だけど速度がね遅いもう10キロ以下の時は後輪リアブレーキだけで、十分バイクをね止めることができます。しかもですねこのリアブレーキっていうのはブレーキの効きとしてはねあまり良くないんですね。だけど速度が遅い時にはですね、それが逆にまあメリットとなってバランスが崩れるようなきついブレーキにはならないんですよね。だからですね、ね、ガソリンスタンドの出口コンビニの出口で止まるような時はですねもうリアブレーキだけで止まる、もうこれをね、徹底するだけでですねブレーキの時にバランスを崩すっていうね確率がもうかなり減ります。やっぱりねあの大型バイク200キロをね超える重さになるとフロントブレーキのねかけ方が強くてちょっとねちょっとバランスを崩しただけでもバイクの車体ってこう傾きますよ。で傾いた時にもう200キロ超えるね重さになるともう頑張ってねなんとか支えようと思ってもやっぱりね、もう限界があってね支えきれなくなる可能性が高いです。そのねきっかけがフロントブレーキ、このフロントブレーキのかけ方ね、これがちょっと強くなっただけで、ほんとシビアにねブレーキがギュッと効いてバランスを崩しやすくなります。だからですね繰り返しですが
低速遅い速度で走行してブレーキをかけるときはリアブレーキ、もうこれをね、もう徹底してですね、習慣つけておくことでブレーキングをした時のバランスを崩す確率がもう一気に減ります。でその結果、立ちゴケをね防止することができるっていうことを、もう本当私の長年の経験からね、これはもう自信を持ってね、お伝えできます。でまあ一例としてね、ガソリンスタンド、コンビニの出口とお伝えしましたが、低速でねブレーキをかける場面ってもう他にもいっぱいあるはずなんですよね。例えば交差点右折待ちをねしていて、前の車が少しこう前進した、同じようにね前進して止めるっていう時も、もうリアブレーキだけでいいんですよ。もうそこでねフロントブレーキ使ってバランス崩して、で最悪バイクは右側に倒れて立ちこけしてってなったらね、対向車線にバイクも体も万が一倒れるようなことになったらめちゃくちゃ危ないじゃないですか。でそんな思いするとね、やっぱりねバイク乗るのがもうね嫌になってしまうっていうことにもつながってしまうので、まあ、本当に低速、ね、遅い速度からのブレーキはもう割り切ってね、リアブレーキだけ、これをね、ぜひお試しいただけたらというふうに思います。最後まで、お聞きくださいましてありがとうございました。私は初心者の方やこれからバイク免許を取ろうとされている方、ブランク歴のあるリターンライダーの方に向けて運転のコツやバイクライフを楽しむコツを発信しています。このチャンネルを登録していただくことで運転が上達するだけではなく、安全に長くバイクライフを楽しむことができます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。